浅間山ですね。幼い頃高校を卒業するまで毎日眺めた山です。立科山は中込から見るとお供えのように見えるのでお供え山と呼んでいました。八ヶ岳連峰は赤岳を咲いて千曲川です。懐かしいですね。私は昭和8年4月に中込町の石上に生まれました。その頃の千曲川は水量が豊かで水は透き通っていて冷たく、まさに清流でした。毎年夏は水泳に魚取りに夢中になったものです。懐かしい橋です。何千回と渡った橋です。この橋を渡って上がるとそこは中込の原です。戦前の中込原は一面の桑畑でした。農家は皆養蚕をして生活をしていました。それがどうでしょう、この変わりを。佐久市役所もできて完全に住宅街になりました。まさに浦島太郎の心境です。小学校時代の自慢は中込町に鉄道があり汽車が走って駅があることでした。私の小学校時代の夢は汽車の運転士になることでした。小学校に入学しました。松組というクラスの名前です。生徒は40人余りで男女共学でした。隣の席は権現堂の小林時子さんでした。彼女は大変勉強ができましたねとしたのです。 N 先生は軍国主義者でスパルタ教育者だったのです。強い兵隊を作るのには男女を一緒にさせてはダメだというわけです。小学校の6年間を振り返ると、まず物資がなかったですね。食料もそうです。衣類、文具、スポーツ用具など極端になかったですね。また生活必需品が極端に不足していました。教育の3分の1は軍国教育でした。こんな時代を過ごした小学校6年間でした。私の家は代々農家で自作農でした。中込町では3番目の土地持ちでした。田畑合わせると約2丁分ほどありました。当時は養蚕が盛んな時代で、春後、夏後、秋後合わせると繭が我が家では200貫ほど取れました。その金額は現在に換算すると約1200万円ぐらいです。お米が80俵取れ、生活は豊かでしたけれど、大作のために朝から晩まで百姓仕事を手伝わされました。当時は小学生も一人前に働いたものです。先日
母校に久しぶりに行ってきました。いやー、綺麗なプールですね。後輩たちが頑張っていますね。私が練習していた当時とは全く違って、綺麗ないいプールになりました。我々が泳いでた頃は青緑で青くなっていたのです。ゲンゴロウが泳いでいました。そんな中で私は長野県で自由形1500メートルで終戦後初めて優勝しました。プールは悪かったですが、みんな頑張って、私もなんとか県下で優勝したいと、その1年で頑張りました。その結果、長野市営プールで1500メートル1着になった時は非常に嬉しかったですね。私が1500メートルで優勝すると、同級の友野君は自由形100メートル200メートルで何回も優勝しました。辻君は平泳ぎでやはり何回か優勝しました。私も1500、800、400で優勝しました。まあ、私が引き金となってみんなを奮い立たせたわけです。そして長野県下で学校としても優勝、まあ、あの全盛時代と言えるでしょう。私と家内は金婚式を迎えることができました。二人とも健康でここまで来られたことは大変幸せだと思っております。二人の恋、私も2年ほど前から、また絵を描き始めました。まあ、今は60枚ぐらい描きました。今更始めたのですから上手にはとても描けませんが、まあ自分なりになんとか苦労して、描きました。でやはり、七十の手習いと言いますが、年取っても遅いということはないと私は思います。時代がこんなに変わって、こんな裕福な時代になっていたのか、人工衛星が飛びつきまで人間が行く時代になっていたのです。おそらくあの時死んでいたらこういうことは知らなかったです。やはり人間は生きていなければダメだということを痛切に感じました。だから私のモットーは生きると、人間は生きてなきゃダメだということでございます。